け浴室ポロポロやん。だいぶ廃れたね。あ、温度を上げろと。これ閉めなあかなじゃん。まずこれはあ、塞げかな。ちょっと上は一番下が穴が。これぐらい？あ、ちょっと上がった。窓を下げる。あ、上がった上がった。こっち。鍵がかかってる。鍵かかってる。また自分が落ちた。どんな？どんなやん。水が出る。とりあえず開けようか。よいしょ。火打ち石？じゃあ木炭。木炭。どこに、ああ、なるほど。ほら、水入れてる。鉄。これ入れて、火。あ、そうか、お水。黄色汁ってついてる。沸かすのかな。あれで沸かして入れるんか。湯つくの？そうじゃ。大変やなこの家。よ。これがスイッチかな。なるほど。あ、お湯入った。で、これをバシャーと。はい。ああ。これで。あ、まだ？まだ。満タンまで行ってんねんけど。あ、ありがとう。温度計を見ろってことやってな。で、もう一個。ハサミ。切ればええんちゃう？ヒゲ。あ、さっぱりしたいと。よし。お、イケメンやん。ああ、よかったやん。ごめんな、ブランコで遊んで。あ、計取れた。で、いつも通りこれを入れて。なんだ、楽勝じゃん。この回めっちゃ楽やったな。おっさんに湯入れてさっぱりさせばよいだけやった。こんなところで井戸パート2が出てくる。ってことはローズが助けてあげたん？あ、そう、なるほどね。1924、孫世代助け合ってるやん。じゃあ、仲いいんやな。仲いいんか。でもこの人の親あれよな。井戸になんかおるって。ああ、あ、これが届いたんや。あ、助けてって。そういう、なるほど。あ、このメモ見て指示通りに送ってくれてたんや。これ何？え、え、おい、おしっこしょ。え、あの飲んでたやつって。おい、マジかよ。ミミズカップ、マッチ。これ、てかこれ犬長生きやな。ほら、やっぱり不老不死なんじゃないの。不老不死なんかな。え、だって24年やろ。100年近く生きてな。1860年にお屋敷に来て、40年以上生きてるな。40年。これは
不老施設あるな。60年生きてる。不老不死説あるな。これなんやろ。あ、なんか捕まえんのかな。あ、魚くわえた鳥みたいな。あ、そうそう、そんな感じで。え待って。どういうシステム。そんなわけないやん。お前どうやって来たんだ。そういうシステム、ね、意味が分からへんわ。ほならそれ入れるんちゃんしっこ。え、あ、でも何が欲しいって聞いてないな、まだ。入れてあげなかったあれ。あ、入れねえか。水。最初水やったっけ。最初水。喉乾いた、お腹減った、棒が欲しい。一応持ってみとこう。汗やな。ドリンク。綺麗な水を入れてあげたいんやけど、他に水道とかがないんだよな。あ、取れた。その斧で、あ、いや、木あるわ、ちゃんと。え、あの、魚焼くやん。斧で切るんかな、枝。一、ちゃんと。液体が入ったか。いや、もう、チーやん、チー。ザ・カップって実績ロック開示しましたけど。泥水か思ったらさ、あのなあ、水たまりの水とかあげたんかな。結構もう大人やのに頭おかしいな、やっぱり。ずっと屋根裏で育てられたとか。ああ。フードやって木切らな。木？うん。これ切っちゃうんや。ちょっとだけやった。ああ、ならよ。あ、でも優しいね。ちゃんと焼いてくれる。そこら辺のもん集めるぐらいのことしかせんよ。わざわざ家に帰って水を取ってこようみたいなのない。犬おるしみたいな。さすが、ほんま。お父さんの血やな、これは多分。てか、お父さんのお母さんの血やろ。赤ちゃんに雨水飲ませる人やろ。ファンキーやな。ああ、これで棒やろ。これかな。待って、これ次の時あげたらおっさん入ってる。そういうことになるな。そういうことちゃう。ほら。あ、これで助けてもらったんや。なるほど。いや、この人の父親に殺されたけど、その娘が助けてくれてさ。アルバート生きてる？あいつ？どうしようか。こっちやろうか。気になるな。チェス。チェス。あ、生きてる。直接対決してる。1926年。これさっきのお風呂より前の話やな。あ、そうなん。
風呂入ったんいつ？あ、27年いや、1年経ってお風呂入れてもらったわ。だからボサボサの状態やったんがずっとやったんじゃん。任したい。あ、任したい。チェスしてんのかな。なんかチェス分からんねんけどな、ルール。じゃがいも好きやな。あ、なんか入れるねんな。え、どうしかないやん。もうナイフ、なんて読むの？セレブラム？私の携帯取ってきて。ああ、大脳っていう意味らしい。うわ、もう絶対そうやん。あ、じゃあこの勝負で、うん、大脳をかけた勝負ってことなんかな、ま、負けた方がみたいな。切れるんかなこれ。あ、切れる。あ、切れた。あ、そうやな、皮むかな食べられ。神業。なんでやねん、コマ作んなよ、食べ物で。これは、あ、そこよ、このね。なんでどういくか、あれ、この人の駒がいるんちゃう。キングの帽子かぶってんだよ。あ、いや、あ、そういうこと。チェスの状態が反映されるというわけ。これは何？あ、またボタンか。凹凸で叩けみたいなことかな。上ボコ、下ボコ、上ボコ、下に2回、上に2回。これは1回かな。2回、2回、1回、1回、1回。開いた。そんなで正解。ナイトの駒。あ、黒やか、こいつやな。直感的にやれてんの多いよな。うん。え、何、何がどうなった？今なった。好きやな、お前。え、どういうこと？これ。あ、押したところに行くってこと？向こうは触れる？これは動かんみたい。じゃあ、ここ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 。あ、言ったとこに行くんや。そうちゃん、一回しか触られへんのかな。どういうこと。それ、え、ここは動けるみたい。ちょっと調べようか。チェスのルール、ナイトの動き方があるんちゃうかな。前後左右に2マス進んで、うん、その左右が移動できる場所や。これやと、こう、
これは勝ち？やり直し。ここへ行ければいいん、ここへ、この位置が取れればいいんやろ。あー、そういうゲームな。やっぱそこなの？行けた？あ、あ、そうか、城は取ったから。え、今度は何？英語？さっきの英語？あ、これか、これを作るんかな。R？え、殺しちゃったってこと？脳取れるんじゃん。そんな簡単にポコって取れる。え、買った方がってことか。脳取られないの？白い駒取った方がってことじゃない。黒ってあの人やろ。黒は買ったやん今。うん、買った方が脳取られるってこと。こと？えー、これで、でもこれは復讐になるんかな。なんこの人も不老不死のやつやりたい。だんだんなんか気が寄ってきてんな。うん、あと何話？4、5話。じゃあこれいこうか。宝物。929ね。またレオナルド。あ、レオナルドか。うん、あの戦車の子か。そうそう。だから。ああ。宝の地図。あ、時計やって。ああ、まあ。ええー、気持ち悪いな。カエルさん。あ、虫。何これ、何の虫。あ、取れた。視野ジージしか見えません。あ、これや。333。ああ、そういうことね。なるほど。じゃあ何、え、石のとこからカエルが散歩、うん、虫が散歩、でさっきのバッタが散歩、虫が2歩で掘るとこってことかな。
多分ちゃうんかな。やまあやってみよう。これ写真撮って。これはなんだ。あー石の色と揃えろかな。あー多分。よよよよ。二段飛びと一段飛びか。あ、ウォートロリングちょっと。次行かせた時点でもう一匹来なかったじゃん。ああ戻られへん。あ、いけるいける。え、あ、行かれんかったから。2個に2匹にしたってあかんのや。1個しか飛び越えられへんから。あれどうしたらいいんやろ。こっち先じゃないと無理じゃん。あれ無理かさ。そうなったらもうアウトやな。待って待って。あ、そっか。こう意外とややこしい。2匹並んでしまったアウトなんか。あ、だからあかんねん、それが。さっき1回うまくいったのにな。こうこう進んで、厄介なパズルやね。あ、いけた？お、あ、うん、うん、行って、あ、いけた。おう、あ、これでゲットできた。よかった。これ何回もあったらどうしようかと思ってよかったよかった。で、この絵の通りにすればいいから、カエルを石のところに置いて1、2、3、次虫くんをこの辺に置いて、あ、ここ1、2、3、これ邪魔やな。で、
次がバッタで、この辺から1、2、3で、なるほどな、虫くんを2回、1、2、カエルを1、2で、虫くんを1で、最後バッタが1、2、3で、あ、バッテンマークはここかな。あれ違う、あ、いけた、何が違ってた、微妙にずれてたってこと、ってことじゃん、難しいわ、そんなシビア。はい、いけた、なあ、かかったこれ、あ、これでゲットできた。じゃあこの度は最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。じゃあ